こんにちは、S です。ありがとうございます、はい、今日は何しに来ましたか？今日は新しいパンツを作ったので、はい、撮影しにまた来ちゃいました。ありがとうございます。楽しみですね。はい、今日はゲストかなんかいるんですか？そうなんです、スペシャルなゲストがいます。はい、じゃあいいですか、早速呼びますか。はい、はい、浜田君お願いします。こんにちは。近い近い近い。俺近い。じゃあお願いします。お願いします。はい。なんでキャスティング浜田君にしたかっていうと、今回作ったパンツが結構、機能性に優れてパンツ作りたいなっていうふうに思ってて、でそのアスリートの浜田君にスースーするみたいな感じですか。ほぼつけてるやつ。はいですね。機能性に優れたおパンティーな感じですね。はいはい、そうです。浜田君、自己紹介いいですか。はい、こんにちは、浜田寛治です。何こんなかしこまった感じ。パンツだ。現在、プロ陸上選手として活動してます、浜田寛治です。お願いします。お願いします。はい、じゃあ、じゃあ、よし。さらば早速、新しい下着を浜田さんに似合うやつかな。そうですね、見せて。浜田君を意識して作ったので。あ、意識して。あら。何色なんでしょう。何色ドピンクかもしれない。えぐいな。まさかのドピンクかもしれないですね。お、こちらになります。おお。いいですね。はい。大人な感じで、シンプルな感じで。はい。でこの特徴なんですけど、うんうん、今流行りのシームレスパンツを作って。あ、なるほど。何て言いました。シームレスってわかります？シームレス。シームレス。シームレス。シームレ。レスかレスっすね。多分このゴムの部分がないんですよ、うん、同じこのボディの部分と同じ生地で作られてて、なるほどなるほど、はい、いいっすね。いいんじゃないですか。めちゃめちゃこのグレーは何か意味あるんですか？グレーはやっぱ一番ちょっと無難な色を使いたくて、はいはい、グレーに安牌なパンツってことです。やめてください。じゃあ早速着てもらってもいいですか。はい、はい、ぜひです。ありがとうございます。はーい、そのパンツの履き心地どうですか。はい、このパンツですね、まあさっきS さんがさっきおっしゃってた通り、はい、ここのゴムがないパンツってことで、まあ本当になんか境目を感じない、まあ、一体感のあるパンツっていう感じですね。で、まあ伸縮性がめっちゃあって、まあなんか非常に動きやすいです。ありがとうございます。浜田くんのおかげでめちゃめちゃ売れると思います。ありがとうございます。今日は動画用のカメラマンがいないので、僕がカメラマンをやりたいと思います。やっぱ陸上選手って何もしなくてもあれですか、脂肪ってつかないもんなんですか。走ってるから筋トレとかはせずにっていう感じ。あ、いやもう筋トレはもう毎日って感じですね。はい、メインは足って感じです。ね、いやけど走ってるだけで足はつくんで、まあ、けど、まあ、足も鍛えつつ上半身の方が多分トレーニングは多くなるかなって思います。400m ハードルって上半身使うんですか。あ、はい、なんかあれなんですよね、上半身が弱かったら、はい、なんていうか負荷に耐えれない。そうなんだ。じゃあ何回かいきましょう。今3、2、1、そう。やっぱめちゃめちゃ太ももしっかりされてますね。そうですね。やば、超太いですよね。だけど、あ、どうなんやろ。まあ、けどしっかりしてると思いますね。普段パンツとかって何サイズ使ってます。M サイズ。あ、 M で入るんですね。はい。じゃあ3枚いきます。3、2、そう。3、2、そう。3、2、めっちゃいいですね。いい感じですか。めちゃめちゃいい感じです。あれですね、切り取ったらなんか頭いいんだけど、切り取らなかったらこれでしょ。確かになかなかね。確かアシストない方が全然かっこいいですね。あとに行きます。3、2、そう。3、2、めちゃめちゃいいです。僕でしたね、ごめんなさい。みんな知ってた。
一回正面で腕組んで可愛いのしましょう。オッケーです。あー、パンツ見せてくる。あー、うん。そうそう、可愛い。行きます。3、2、1、さ、3、2、1。あとに、さ、ラスト2、1。さらフロント飛んでいきます。ちょっとだけ、スラスラの持ち。楽しい。楽しい。ケツの力はどないしたらいいですか？ケツの力は入れなくていいです。入れなくて、ちょっとだけしならせて、ね、バンドなくて。あと、僕の方にもなる。あー、もうちょっと直して。そう、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 そう。今は3、1、3、3、1。ごめん。あ、やっぱお尻めっちゃ綺麗ですね。ありがとうございます。すごいラインが。はい、ありがとうございます。新しいパンツ、これ3種類作ったんです。さっきのシームレスのパンツとこの綿の生地のパンツ作ったんですけど、あ、これもニューですか？これもニューなんですよ。綿が小さいですね。そうですね、めっちゃローライズにこだわっててそれ小さすぎますよね。うーん、ちょっとなんかあれです、なんかすねに半ケツみたいな。ケツちょっと出てます。ケツ上がってるもんね。あ、そうです、ね、あのサイズの問題もあれかもしれないですけど、はいはい、それ僕も言って業者に、うん、で丈長いやつをもう一回作ってもらってて、はい、まだサンプルな感じか。そうなんです、はい、なんかしてるなんかいい言葉とかなんかありますか？全然大丈夫です、もう正直に。はい、ありがとうございます。ちょろいぜ。うわ、めちゃめちゃポージング上手ですね。すやばもう新井さんとの息がぴったりですね。めちゃめちゃいいです。いい感じですか？やっぱ腕の色全然違いますね。全然ちゃうっすよね。ちょっと気にするっすよ。気にするっすよ。これ、今ちょっと画像ポンって貼り付けてほしいんですけど、はいはい、この顔は真面目な顔じゃなくて、ああ腰いってまうっていう顔。険しい顔。確かに。終わるのか。この先大丈夫です。ありがとうございます。黒の方がかっこいいですよね。新井さんと浜田くんはどれぐらいの付き合いになるんですか？第一の多分ね、冬に初めて公園ですよね。公園で服の写真撮ってて、めっちゃ寒い真冬、ほんまに多分ね1月とか2月やったと思うんですよ、はいはいはい、ユニフォームで写真撮ってて、なんか写真撮ったら全部鳥肌が映るっていう。画質良すぎて。これちょっとどうにか編集できせないですかって。じゃあもう4年ぐらいになる。4年弱。そうですね、すごいですね。そうなんですよ、宣材写真撮っていただいてます。新井さんです。いいモデルさんをしていただいて、何でもいない、何でもない。新井さんの腕でね。いきますか。はい。OK です。
これで終わりです。もうちょっとお願いします。もうちょっと履いてください。じゃあ、はい、ジャスティン・ビーバーです。綺麗。どないでしょう。綺麗です。いい感じですか。一枚バズポーズだけもらっていいですか。もうはい、OK、ありがとうございます。で、アスリート顔をアスリート顔めっちゃ出てるアスリート顔321 笑かしに来たの321言うから次3枚しかないやつ3枚ください。今は321はい、かわいい321そうです、321そうOK。 あー、いいよいいよ、最後。あー、めっちゃいいですね、超いい笑顔。はい、ありがとうございます。 OK ですか。 OK です。ありがとうございます。次、黒のそこにあるやつ入ってもらっていいですか。あー、これですか。はい、そうです。え、エスティック。お、テック、おお、さすが、ありがとうございます。ジュースケたたき、ステイシーみたいな言ってましたよ。あ、そういうことですか。別に、そこら辺めっちゃいいですね。 OK、次。 OK、 ネクスト、ネクスト、ステイシー、ステイシー。ステクワイです。ステクワイです。はい、よろしくお願いします。ステクワイです。はい。丸くなってしまった。なんかやっぱこんがり焼けてると赤黒めっちゃ似合いますね。そうですね。かっこいい。ありがとうございます。黄色に合ってます。すげえ。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、終わりです。どうでしたか、撮影。まあ、ネストのおかげで、ゆるい、ゆるいっていうか、なんやろな、和やかな雰囲気で。はい、二人のおかげで。はい、なんかあれですね、緊張、まあ、してたんですけど。してたんですか。はい。一応、ね、一応。なんやろな、なんか、いつも通りの自分で撮影できたような感じで、新しく撮影できたんで良かったと思います。ありがとうございました。いや、なんかこれあれですね、全部が履いてから履いてみて思ったんですけど、なんか全体的に締め付けられとって、なんかいい感じですね。あ、ありがとうございます。動く場面とか、はい、なんかその運動するときとかやったら、あれじゃないですか、なんか使い込まれてここゆるゆるなパンツみたいな。ああ、なんかあれ、はいはい、あれやったらなんか、そのなんていうかな、肌に触れる感じが嫌とかなんかいろいろあったりとかすると思うんですけど、はい、なんかこの全体的に締め付けられてるから、まあ動きやすいなっていうのが思いました。めちゃめちゃ宣伝ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。カメラもありがとうございます。ありがとうございます。修正入ります。
ステッキーステッキーです3、2、1ステッキいかちゃんどないでしょうか、ゆうさん。これを何枚くらいなんだ10枚くらい。でも多分そのぐらいですね。マジでお疲れ様です。ありがとうございます。とんでもないです。どうした？小指の第二関節、タキスリーグの第一関節、今朝は いいよゆうさんこの事務所の家主はひげ面の小さいおじさんしそじステッキーさんガチガチです。よいしょ。左肩見て。よ。こっち三二一そ。そ。ゆうさんどない？ええよ。いい感じですよ。いいよ。はい。エステックさんお疲れ様です。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 ヒゲヅラの実際おじさんお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、改めまして撮影終わってどうですか、2人とも。いやー、楽しかったですね。楽しかったですね。はい、新しい新商品の、はい、グレーのパンツ、うん、ロット数がめちゃくちゃ多いらしいんで、やめろやめろやめろ。ぜひ皆さん購入してください。そうだね、お願いします。どれが気に入ったとかあります？自分ですか？うん、この中で言うならみたいな。うん、あ、けどあれですね、なんかオーダーのやつとか、うん、なんか可愛く履けるかな。確かに色可愛かったね、配色がね、はい、そうですね。あとはもうあれですね、うん、もうなんていうか無地が多かったんで、うんうんうん、あとはもうどこでも開けるなっていう感じですね。確かにな、いいね、はい、いい感じです。いいと思います。はい、新商品も出つつ、はい、新しい撮影もね、いろいろさせてもらいましたけれども、はい、浜田さんの撮影どうでしたか？いやー、もうめちゃめちゃポージングから何から何まで完璧だったので、はい、もうこれ絶対パンツ売れるなってしめしめと思いながら、しめしめ浜田を餌にパンツ売るぞと。それこそね、僕も初めて、うん、いつもあれじゃないですか、新井さんとツーマンツーで撮影させていただいてるんですけど、うん、今回は3人ということで、それこそ
他のモデルさんの、ポージングとかもう見たことないですよね。そっか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 、確かに確かに。だからなんか、うまいって言われてもあんまり特に実感なかったんですけど、 S さんのポージング見たら、うまいなと思っちゃいました企画対象こうやってる時、こういう時こんなのちょっと鬱血してたし、ね、自分で自分の手首締めてねなんかどん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 この体勢続くごとに、なんかその先あからっていってるみたいな面白いね。そうですね。ちょっとずつ上手くなってるんだよね。ちょっとずつはね。楽しかったですね。面白かったですね。はい。じゃあ、最後、まとめで。はい。うん。今回、新しいパンツが1種類発売されるので、ぜひご購入をよろしくお願いします。お願いします。インスタグラムだったりとか、ツイッターとか、まあ、その、なんていうかな、SNS で、SNS で、生きてるんで、ぜひ、見に来てくれたらなと思ってます。あ、最近、YouTube もちょいちょい始動して、はい、したんですけど、うん、まだか。自分の編集のスピードが全く間に合わず、はい、全然上げれておりません。ね、これから頑張っていきたいなと思うんで、はいはい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。バイバイ。